はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回はこちら、まずですね、サブアカウントの方に来させていただきました。で、この後もしかしたらまた追加でちょっとメインの方で引くかもしれないんですけど、合計100連とかをちょっと目指してるんですけど、ちょっとまだそこはちょっと未定ということにさせていただきたいんですけど、まずこちらですね、この記念ガチャ、まあ多分昨日動画にしてると思うんですけど、105個かかけら105個でなんと50連引けるという、最強のガチャでございます。そしてこちらのね、僕のこのアカウントでは、まあ夢ルフィレベル100で青属性のやっぱりちょっと相方となる、キャラクターが欲しくて、でその中に、まあ、フラノスケとか、あとあれかビスタ、さらにコビーもいてくれてるんですよ、この確定ガチャの中に。 8体は確定で出るので、で今回これをまあちょっと引いていきたいなと。ぜひ青属性欲しいですね。まあもちろん他の属性も欲しいんだけど、やっぱり青属性かな。もしかしたら青シャンとかゲットできるかもしれないしね。で青シャンにこのダイヤ残しとけよっていうコメントはちょっとやめてください。僕もそっちの方がいいかなって思ってる牛もあるんだけど、まあ青シャンはねメインで絶対引くので、出るまで。はい、というわけで、でこれ確定、まあ1体、まあこれは多分1体かな、おそらく1体だと思うので、ちょっとポンポン飛ばしていきたいと思います。はい、まあでも1体ここでピンポイントでゲッターのコビーもしくはビスタが出てきてくれれば、まあもちろんフラノスケ、あ間違えた、まあシャンブルズのね、スモーカーですね。はい、最近ローもね、シャンブルズのロー出たけど、まあ可愛らしいということでありがとうございます。では次、星4キャラ、多分これ2体確定かな、2体確定になるはず。じゃあ行きます、さあ行くぞ。いやーてか一番ルフィの相方としていいのクラッカーかもしれないんだよな。いやークラッカー、ガチャでクラッカー引くべきだったか、これ20連、これ20連でクラッカー引くべきだったかもしれん。やばい、これなんだったら残り50連あれかクラッカーにするか、クラッカー狙ってそうしますか。これちょっともうガチャかあの、ダイヤ100個はもう超えちゃったんで残り50個だ、次引いて残り50個残るかな。そしたらちょっとクラッカー引くのありかもしれない。ありだな、ありだな、これあアタッカー誰誰ですか、アタッカーは誰ですか、んこれ誰、あークーさんはこれいいんじゃない、このクザンいいでしょう、今の時代このクザンありだと思います。オッケーオッケーオッケー、さあもう一体アタッカーか誰だ、でおー、なんで僕こんなプリンちゃんに好かれてるんだろう、結婚しよう、プリンちゃん、プリンちゃんぜひお願いします。でもダメだよな、サンジがいるのに、サンジっていう素晴らしい人がいるんだったらそれはサンジの方が好きになろうな、僕なんてなもうほんとナメクジにしか見えなくなるんだろうな。ってか80レベルきたこれちょっと属性違うけど普通にルビーの相方としても置いてもいいかもしれない。さてここでですよ、次問題よ、これさ、クラッカー欲しいよ、これ夢ルビーの相方こそクラッカーでしょ。いや私はこのガチャの運が良い、皆さんご存知だと思うんですけど、異常なほどこの運がいいんです。なので行くぞ、ビスケットヘイ、さあ来てくれ、頼むクラッカークラッカー、オッケー、仲間がいる、宝箱は、うん、木箱で、あでも爆死はない、よしよしよかった、黒旗だった時終わったと思った、頼む、でもドレークいい、普通にドレークはいいキャラ、普通にドレークは嬉しいです。いやーでもこれは、いやークラッカー来るかなって思ったけども、さすがに1体でしょ、これは1体ですね。はい、でも青属性で来たんじゃないこれ、ドレーク、待って普通に良くない、ドレークありよ、これ相方候補全然ありなんだけど、ちょっと待って、ドレーク、はいこちらですね、ドレーク、これどうなんだろう、
あ、これ体力50パー以上の時、敵のミニマップ上では敵チームとして表示されるんだね。50パー以上って良くない？でキャラタイプ110回速弾の敵を攻撃した時、攻撃力が 5% 増加だから、まあ要はカイドウとかさ、そこらへん、まあキングもか、キング、カイドウ、あ、ジャック、まあジャック、クイーンはあれだとして、カイドウ、キングに良くない？これでキャラタイプ110回速弾の敵から攻撃を受けた時、受けるダメージが 30% 減少。はぁ、あは、これいいじゃん。はい、というわけで、あれから、まあ、考えたんですけど、やっぱり、メインの方でもちょっとガチャを引こうかなと思いまして、で、考えたんですけど、クラッカー引こうかなと。こっち引こうかなと思いまして、はい。いやー、悩んだんですよ。悩んだんだけど、やっぱり僕、クラッカーに気が欲しいんですよ。まあ、その理由としては、まあ、まず、第一に、もうクラッカーが強い。もう普通に、今70レベルなんでちょっと使いづらいんですけど、多分これが80レベル、いやもっともっとかな、できれば90とか100になった時に、本当に多分強いキャラクターに多分クラッカーになると思うんですよ。で実際やっぱり上位勢の方とかでもクラッカー使ってる人結構多いし、まあ別にその動画を見たからとかではなく、使ってみて本当に使いやすかったから、まあちょっとこのクラッカーはせめて80にはちょっとしておきたいかなということで、今回150個用意したので30連引きたいと思います。いや本当はこの記念価値も悩んだんだけど、まあ工場キャラしか出ないってことで、まあそのサポーター集めるにはもちろんいいんだけど、3月9日にまあ青シャンが出ると思うんですよね。だからその時に結構引くから、まあそこで工場とか結構出てくれればなっていう、はい、思いも込めまして。であとやっぱり青シャンの相方としてクラッカーに来てほしいね。はい、セットしたいのでレベル80にしたいな。行くぞ。では今回のこのクラッカーに来と、あとブルレ、どっちもやっぱり強いらしいですね。まあでもどちらかといったらっていうか、クラッカーらしいんですけど、ブレレも普通に上位帯でも使えるらしくて、まあクラッカーは本当なんか SS の1万台とかでもクラッカー普通にいるらしくてね。いやこれはちょっとね、ぜひ、まあ使ってて強いからな。だって歌が2秒か1秒ぐらいで終わるんですよ、歌能力が。これえぐいんだよな。だから80には絶対しておきたい。いきます。神様、微笑んでくれたまえ。本当は青シャンのためにこれはダイヤを残しておいた方がいいか、いいという声は聞こえてきそうだが、課金すればいいのだ、青シャンの時は。行くぞ。さあ、さあ、クラッカー、いいぞ、いいぞ、いいぞ、オッケー、いいですよ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 、さあ、旗は、うわー、素晴らしい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 、これはクラッカーにき、クラッカーにき、32、32、これ32だ。そして、なんだったら、麦わらの一味、な、おー、フルエンス、フルエンス、フルエンス、来ました。なんだこれ、クラッカー来たか、クラッカーにき、はっ、えっ、いやまだまだまだあるぞ、まだあるぞまだある。でもちょっとスネークマンはちょっと期待打つから、いきなりこれ、はっ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 。性別は知ってるんですけど、僕大きく大好き、に惚れてましてですね、今後あのアイコンでいこうかなと思ってるので、大きくは普通に使いたい。リーグ戦ではちょっと使えるかわからんけど、100レベルにしたい。さあまだもう1体来るんじゃない、さすがに3体が、あまあ悪くない、全然ブルでも強いから、なんだったらマムとブルレで合わせれ、てか赤で合わせれるからいいのよ。オッケー、嬉しい、嬉しい、素晴らしい、ありがとうスネークマン、センキュースネークマン。おお、まあまあ、もうこれはもう多分あとは来ないから、まあワンチャンもう一体ぐらい出てきてくれたらクラック、手も足も出せねえぞやつをぶった切る、やばいやばい、期待してしまう、アタッカーというものを期待してしまうよ。いやこれはまあ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 全然引き最高よ、引きは神引き、これ超神引き、はっきり言うと。まあまあ全然悪くないっす。いや大きくも嬉しいな、これ地味に。ちょっと使いたいんだよ大きく。可愛いからさ、美人なのよね。73レベル、そしてブレルが90まで来たぞ。いやーこれは神引きすぎだ。いやでもクラッカーが出てほしい、クラッカー、クラッカー最悪かけら、本当に最悪はね。いいんじゃない、神様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 、あ、でもこれ、
30、おー30になってよかったよかったよかった、神様神様、2連続2連続フルエース。なんだこの神引きは、これはなんだ、神様からのご褒美か、ご褒美だ、これはご褒美だ。え、嘘だろ嘘だろ、いやここはなかなか来ない、これちょっとドキドキさせてくれる、アタッカーっていうのでドキドキさせてくれるんだけどな。うわー、いやでもフルエースぞ、フルエースだからさすがに1体では終わらん。さあどうだい、どうなんだい、ステークマン、ステークマンどうなんだい、来てくれたりするんじゃないの。はい、これに、あ、もう1体、あーディフェンダーか、ディフェンダーは、あーバルトロメオ、バリバリ、もう1体ぐらいフルエースさんだからもう1体ぐらい来てくれないかい。はい、怖い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 、あっ、あーゲッター誰かな、誰、レイリーか、あレイリー、レイリーやったレイリーか、レイリーだ、え待って、えこれ待って来た、待って待ってくれ、レイリー、レイリーはまさか、レイリーまさか、お前お前まさか、あまだか、90レベルか、いやーでもよかった、そっかサブで結構レイリーゲット、レイリーゲットしたんだ、2体ゲットしてたんだね、やった、いや待って、え何この神引き、やばいって、いやいやクラッカーが出てきてくれたら最高なんだけど、さらに怖い、なんかこれ次爆死しそうで、いや考えるな、考えたらダメ、仲間いない、あこれは来ちゃったかもしれない、あこれだったら逆フルエンス狙え、あっそう、せめて逆フルエンスしてくれよこれはあじゃない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 、いやーそうかクラッカーこんかった、ぐー、いやでも正直神引きだな、これはこれは神引きと言わざるを得ない、クラッカー来ないけど、このクラッカー来なかったけど、これは普通に神引きぞ、うん、ブルレー来たでしょ、でレイリーも来たし、大きくも来てくれた、いやこれは、いやなんだろうこの複雑な気持ち、俺は圧倒的神引きなんだよ、しかもフルエンス2連続だよ、2連続フルエンスからのスネークマン、いやこれは、いや嬉しい、でも普通に嬉しい、ブルレも、ブルレも強いから、強いっていう、まあちょっと火力があれかな、だからブルレにもしその調整みたいな技の ちょっと攻撃力ステータス上昇の調整来たらマジで爆走、まあそれ言ったら全キャラだけどさ、特にブルレとかクラッカーやばそうだねクラッカーはまあナーフされるってことはなんかこのバウンティラッシュないらしいから、それはいいんだけど、いやーそうかクラッカー、うん、かけら、いやーまだまだあるからあしかもあれよ、あのそういえばこれまだ23日あるんですよね、でガチャポイントがまあ、残り1回ポイント報酬っていうのがありまして、それであと何回だあと9回ぐらい、90連引けばクラッカーかブルレどちらか、また2分の1のクラッカー当てるチャンスがありますので、まあ、3月9日におそらくまあシャンクスは来ると思うんですけど、もう90連なんでもう一瞬で1日でもう引いちゃうんで、だからまあその時に2分の1また引いてクラッカー当てればなと、まあ、最悪もしブルレが当たったとしても100レベルブルーで狙えるし、うん、まあでもクラッカーだな、まあもしクラッカーこれで当たらなかったらかけら考えます、はい、かけらでクラッカーちょっと80にするかどうか考えます、というわけで、まあまだまだまだやんないけどね、というわけでとりあえずちょっと今回はガチャ動画になってしまったんですけど、今回はこの辺りで終わります、いや全然神引きだったねはっきり言うとガチで神引きだったわ、でもクラッカーここであれがクラッカーだったらなあのアタッカー三枚の時にクラッカー一体出てきてくれればもう泣いて喜んでたねじゃあ皆さんお疲れ様です、はい、あさってですね3月9日、14時から多分シャンクスだと思うんですけど、まあ15時に多分動画上げると思います、わかんないですけどね、何か僕に何か事件が起こらなければあげますので、よかったら3月9日の15時ですね見ていただければなと、はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わります、じゃあお疲れ様です、バイバイ、いやでもよかった、よかった、嬉しい最高です。